バーテンダーがおすすめするカクテルを飲む順番、初めてバーに来たというお客様からたびたびご質問を受ける項目の一つに、カクテルを飲む順序ってあるのですかということがございます。今回はこのカクテルを飲む順番についてお話ししていきます。基本的にカクテルを飲む順番というのは定まっているわけではなく、お客様がお好きなものをお好きな順序でお飲みいただければと思います。ただいくつか注意したいポイントがあります。まずミルク系のしっかりと甘いものを飲まれた後だと、その後さっぱりと柑橘感のあるカクテルの味がつかみづらくなる場合があるので、ここは注意が必要です。また杯数を重ねるごとに味での反応が鈍くなりますから、飲みたいものがある場合にはまず飲んでおくというのも一つかと思います。そしてスマートに見せたい方はコース料理のように、カクテルの度数が軽いものから重いもの、さっぱりしたものからこってりしたものという順番でお飲みいただくのもよろしいかと思います。基本的にはお好きなものをお好きな順番でお飲みいただければと思いますから、あまり気を張らずに楽しんでいただければと思います。